マヌーチェフルモッタキーは、イランの政治家で、外交官。ゴレスターン州、カスピ海沿岸の港湾都市バンダレ・ギャズ市出身。インドのバンガロール大学の社会科学分野の学士号、テヘラン大学の国際関係分野の修士号を、有する。英語、日本語、ウルドゥ語及び、トルコ語を話す。1980年、第1期マジュレス大議員に選出された。 1984年から外交官、1995年から1999年にかけて中日本特命全権大使を務めた経験を持っている。大統領のマフムード・アフマディ・ネジャードによる推薦を受けて閣僚候補者として上がり、2005年8月24日、閣僚承認投票284票のうち賛成220票を獲得して、 イラン外相に就任。2010年12月13日、セネガルを訪問中に、アフマディネレジャードより解任。イランの核開発問題に関しての措置と見られている。2017年秋の叙勲で、朝日大受賞を受賞。モッタキーは、核開発に関して、欧州連合諸国との交渉に厳格に反対している。以前、彼は、 核問題で情報してはならないと表明したことがある。最後の長母員を省略して、マヌーチェフルモったき、あるいは単にモったきとも。ABCDEFGHIJK 外務省、マヌーチェフルモったき外務大臣略歴イラン、17、プロポーズドミニスターズ、レシーブボーツオブコンフィデンス、4リジェクティット2005年8月25日、AB イラン大統領が、モッタキ外相を解任。 原子力庁長官が、暫定県室板2010年12月13日、旭日大受賞に、坂本剛史にしらイコール俳優の大村根さん、小受賞から、秋の叙勲時事通信2017年11月3日、ありがとうございます。